皆さんこんにちは。ファンクショナルローラーピラティスマスタートレーナーの小西です。本日の動画は下腹部と腿の裏を引き締めるためのトレーニングを紹介していきたいと思います。まずはタワーを使ってタワーのスプリング、フットストラップに足を引っ掛けていきます。ここから足をゆっくり下ろしていって、足から体が一直線になるようにセッティングしていきます。ではバーを持っていただき、しっかり力を入れて上半身を支えておいていただきます。足を上げ下げしていくんですが、この時腰のカーブはしっかり作ってあるように、腰に手のひら1枚分ぐらいの空間を空けたまま上げ下げしていきましょう。上げる時は鼠径部の筋肉、下ろす時は腿の裏の筋肉がしっかり入ってくるんではないかなと思います。上げ下げを繰り返します。これが終わりましたら、今度はお尻を持ち上げます。この状態で足で階段を上るように順番に上げていきます。降りてくる時もゆっくり足を動かしてゆっくりゆっくり下ろしていきますが、お尻はつかない。ゆっくり腰が上がってきて、みぞおちが少し浮き上がるぐらいまで動かしていきましょう。この動きは常に下腹部が入っている動きになりますので、かなりお腹に入ってきます。お尻を持ち上げて階段を上がるように動かしていきます。降りる時も階段を下ろすように動かしていきましょう。最後に、フットストラップは取っていただいて、タワーのバーですね、バーに足を置いていきます。ジャックナイフになります。足を引っ掛けて、そのまま足を上に持ち上げて、ハムストリングスからふくらはぎにかけてがしっかり使われてくるんですが、この時お腹も意識してしっかり使っていきましょう。みぞおちから動かしていくようにイメージしていただくと、お腹にしっかり入ってきます。お腹を使いながら腿の裏、ふくらはぎをしっかり使っていくトレーニングになります。顎を引きすぎると首が痛くなりますので、目線は高く保ったまま行ってみてください。腰のカーブをなくしてしまうエクササイズになりますので、腰痛がある方は回数や、頻度を気をつけて行ってみてください。本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。나랑놀아오늘이끝날때까지나랑놀아오늘이끝날때까지나는너랑놀고싶지 Let's party 나는너를갖고싶지아직까지 You're my sunshine 날비춰주는 sunshine